皆さんこんこにちは美容科の崎岡美美です。今日はドラッグストアなので簡単に買いやすい比較的プチプラな美白化粧水を13本集めてきました。 正直なんか、ね、美白記載のね化粧水本当にたくさんあるじゃないですかなのでどれを選んだらいいのか分からないっていう方が多いかなと思ってこの企画をお送りしようかなというふうに思います一挙にランキングしていく企画なんですよもちろん私の肌質だったりとか好みとかもありますのでこれ全ての方に当てはまるものじゃなくてあくまでねあの参考にしていただきたいんですけれども化粧品開発者目線から見てああこの成分は美白効果が高いなとかあマイルドだなとかこれちょっと刺激高めねとかあこれは優しいね とかっていうのがまあわかるのでプロ目線でもう忖度なしにランキングをつけていきますねこの動画を見れば美白化粧水の中で自分がどれを選べばいいかきっと分かっていただけると思うのでぜひ最後までご覧くださいランキングに入る前にプチプラを買うときに気をつけていただくことがあっ でそれを知っておけばアイテム選びがぐんと楽になる方法ちょっと2つお伝えしておきますね1つ目プチプラならば薬用もしくは医薬部外品っていう記載のある商品にすることこれねどういうことかっていうとこれ化粧水に限らずすべての化粧品に言えることなんですけども皆さんねどうしても成分何なのかっていう成分の種類にフォーカスしがちなんですけれども大事なのは成分の種類よりもどっちかっていうと量なんですねきちんとエビデンスに基づいた濃度が配合されているか原料メーカーカ推奨の のが配合されているかっていうのがすごいポイントになります。ルールに1滴のようなね。配合でもまるまる配合っていう風に言えてしまいます。そうするとやっぱりね。いくらね。どんないい？美容成分を配合みたいな感じで書かれていても意味がないというか、効果を発揮しないことになってしまうので、気をつけたいところなんですよね。もし配合量がわからないっていう方は、高濃度表記とか、原料メーカー推奨濃度配合とか、そういうものをあの目印にしてくださいね。有効成分、何々書いてあれば、その成分は効果濃度。をきち きちんと担保されているっていうことなんですでもちょっとプチプラな場合は原価がねどうしてもねこの仕事してて分かっちゃうのでプールに一滴になりがちだなっていうふうに思うのでプチプラならばもう医薬部外品を選ぶのが正解になりますなのでえっと今回は医薬部外品に絞りました2つ目有効成分が何なのかっていうのもやっぱり気にしていただきたいんですよねと例えばビタミン c 誘導体っていうふうに一口に言っても本当にたくさん種類があるんですねたくさんの種類の中でもこれは効果は高い ないんだけれども結構攻めだよみたいなものとかあとこれは肌に優しいんだけれども効果はマイルドだよみたいな結構ねいろんな強み弱みがあるんですよねだからご自分に合ったものを選んでいただきやすいように有効成分についてもランキング内でお話するようにいたしますのでぜひご覧ください今回は13本の医薬部外品の美白化粧水を選んできたんですけれども私が敏感肌で1回しか使えなかったものが3本あったんですよなのでトップ9プラス3本でランキングレビューしていきたいと思います まずは9位位からキュレル美白化粧水1ややさっぱりイタイプしっとりタイプとかとてもしっとりタイプとかってあるんですけども成分表を見て一番良さそうなものを選んでます。 有効成分はマイルドな持続型ビタミン C 誘導体アスコルビンサングルコシドが有効成分になっていますビタミン C 誘導体ってピアビタミンに他の成分、まあ、尻尾みたいなものをつけて浸透性を上げたりとか生体利用効率を上げて効果を上げたりするんですけどもピアビタミンだけだとどうしても浸透しにくいあとは生体利用効率が悪いというかお肌に働きが悪いっていうことがあるんですねなのでビタミン C 誘導体っていうのができてるんですアスコルビンサングルコシドの効果がマイルドかっていうとアスコルビン酸っていうアビタミン ビタミンとグルコシドっていう糖をくっつけてるんですね。お肌の中に入った時に私たちが持ってる糖を切る酵素ってグルコシターゼって言うんですけども、このグルコシターゼで切らなきゃいけないんです。で、ところがグルコシターゼという酵素が元々肌にあんまり存在してない人がいるんですね。で、私が実はその一人なんですけども、そうするとこの尻尾が切れません。なので、フェアビタミン効果が発揮できにくいっていうことになっちゃうんですよね。結構効果の分かれ目っていうか、こうマイルドに効果が感じちゃう。っていうのはそういうことなのかなっていう。ふうに私は？いつも 考えていますそのほかこの化粧水はユーカリエキス配合なのが特徴なんですねユーカリエキスの効果ってセラミラ酸性促進とタイトジャンクション形成促進っていう効果でバリア機能をケアする成分になりますあとはちょっと面白いのが温度感受性チャンネルっていうのが私たち皮膚細胞にも実はあるんですけどもそれの冷感感じるチャンネルを動かしますトリペメートっていうんですけどもまたちょっと別の動画にしますねキュレルさん私すごく大好きなブランドさんなんですよねでもなんで吸引にしたかっていうとこ気になりますよね、はい 美白効果としてはアスコルビン酸グルコシドなのでちょっとマイルドめかなと美白効果はちょっと個人的にあまり期待できないかなっていうのが一つ目あとはかなり重ためのテクスチャーなんですよベタつくテクスチャーなんですペグ1540っていうサイズがね大きいタカアルコールが使用されているからかと私は思うんですけどもケレル美白シリーズ中最もさっぱりめのタイプなんですけどそれでもかなり重ためだなって思いましただから結構姿勢肌とか混合肌の T ゾーンとかにはちょっときついかなっていうふうに思います と3つ目は、ね、このシリーズの乳液には顔独自の疑似セラミドあとこれも顔独自の美白成分カモミダ ET とか配合されていて独自性が高いんですねなんですけど化粧水はそれが配合されてないんですよなので普通かなっていう印象なんですよね4つ目シリコンポリマーとかシリコーンが配合されちゃってるんですよねシリコンポリマーがジメチルシロキサンメチルなんとかなんとかなんとか 55体ですでシリココンンがジメチコンスキンケアの序盤に使用する化粧水としては個人的にはちょっとシリコン使いたくないのであんまりちょっとおすすめじゃないかなと思ってちょっと9位にさせていただきましたでもキレルさんってすごいやっぱ敏感肌にも使いできるように優しくは作ってるんですよねなので塗っても塗っても乾燥するっていう乾燥性敏感肌の方におすすめですで続いては8位です無印良品敏感肌用薬用薬美白化粧水 こちらもねアスコルビン酸グリコシドが有効成分なんですよだからマイルドな美白効果になってきますでももう一つ有効成分があって抗炎症成分の代表選手ブリチルイチン酸ジカリウムの有効成分になっているのでダブルのまあ有効成分ということでそういう部分で価値があるかなというふうに思いますあとはちょっと実は水にもこだわりがあるそうで岩田県釜石の天然水を使用しているそうですだけどここねちょっと皆さんに化粧品の選び方でちょっと注意していただきたいところがあって天然水を使用っって言った時に 全成分表示の水の中でこの水が全部天然水なのかそれとも一部が天然水なのかっていうのって分からないんですよね例えば100%天然水使用とか書いてあると製造段階で添加する水は全部100%天然水を配合してるっていうことになりますねだこれはちょっと分からないあと微量添加だと思うんですけども有効成分の他にも美容成分結構配合されてましてユーカリエキスこれさっきもねセラミド酸性促進などの効果期待できますねシンペエキスっていうのが配合されてるんですねシンピエキスってああんまりありがたくないよ、ね するでしょ <laughs> ところがそんなことなくて同じ神秘エキスでもいろいろ種類があるので違うかもしれないんですけども角質細胞がくちゃくちゃになってると光を多く反射させないあの綺麗に反射させないので透明感出ないんです、うん、ところが角質細胞にアイロンかけるみたいなそれで光をきれに ピーンって反射させるみたいな成分だと私はこれ思うんですね、まあ、いろんなチンピエキスがあるので何とも言えないんですけれどもちなみに資生堂さんのエレキシールとかのチンピエキスは私が今言った理論を使ってます、うん、あとは PCA ナトリウムっていうものが配合されてますこれは NMF っていう角質細胞内にある天然保湿因子って言われるアミノ酸の一種ですねが配合されてるので保、まあ、水のほかバリア機能強化も期待できるかなっていうところがありますいいところいっぱいあります なんでなのって言うと有効成分がどうしてもアスコルビン酸グルコシドだったっていうことであの個人的に美白効果感じなかったんですよねただすごいシャバシャバ系ででも肌なじみは柔らかくってシンプルな処方設計なんですよねだから個人的には大好きなんですよアルコールもフリーだしねどんな肌質の方にもおすすめできるものなんですねただちょっとすいません自分の美白の効果実感として順位になりますじゃあ次7位無印良品 エイジングケア薬用美白化粧水 の有効成分はトラネキサム酸とアスコルビン酸グルコシドなんですね。ただ、これ気をつけていただきたいのは、トラネキサム酸はおそらくなんですけど、抗炎症有効濃度です。抗炎症有効濃度のトラネキサム酸って、美白有効濃度のトラネキサム酸の大体半分なんですね。トラネキサム酸での美白効果は、こういう白じゅんのような美白有効成分。トラネキサム酸って書いてあるものよりも、ちょっと低くなってしまうっていうところがありますね。これも水にこだわっていて、天然水を使用してますよっていうことになっています。だけどまあ。 本部なななののかかか一わらないあと他にねエイジングケア成分っていうか美容成分結構配合されてるんですよなんですけど多分ねこのお値段なのでおそらく美容配合だと思うんですよね効果濃度じゃなくて私が気になったのをピックアップすると柚子セラミドとかあと緑仁エキスこれ皆さん大好きよね角質代謝を高めるので古い角質をこう取りやすくしたりとか硬くなっちゃった毛穴とかニキビとかにも、ね、効果を期待できますねあとはアルミカエキスこれ血行促進の効果が期待できますあとはユキの下エキス遺伝子変異 防ぐっていうエキスなんですよねまあ、この辺がいいかなとあとはセラミドルイチポリマーセラキュートっていうポリマーが配合されていてこのポリマー実は速攻シワ伸ばし効果もあるんですね速攻でピンとこう肌表面を膜張って荒らせるっていう効果もあるのでシワ、まあ、に気になっている方もいいかなっていう風うに思いますこれ敏感肌用との違い何なの 色が違うっていうだけじゃなくって、まあ、美容成分の違いですねこちらの方はアスコルビン酸グルコシドとグルチルチザンジカリウムこちらはトレネクサム酸が抗炎症有効濃度とアスコルビン酸グルコシドっていうのと他のエキスも全然違いがありますよりこちらの方が何かこうエイジングケアに特化したような,なんか成分をいっぱい入れてる印象が私はありました無印良品さんねこれもシンプルな処方でねすごい敏感肌にも使いやすくって私も大好きなブランドさんなんですけどなんでこれ7位にしたかっていうとですねし なんですよね。かなりねぬるつきがありました多糖類とかポリマーの配合量のせいだと思うんですけども膜感とかベタつきが、ね、異常に強いんです。化粧水としては結構私には重たすぎたかなっていう印象なのね、うん、イージング系の化粧水ってもうとろみがすごく強いっていうイメージが。ま ね、そのイメージに合わせたんだろうね皆さんの期待に合わせましたよみたいな <laughs> ふうに珍しさんも作られたと思うんですよねやっぱちょっと濃厚なテクスチャーにと思ってただまあちょっと私としてはやっぱ化粧水シンプルでこうシャバシャバ系本物の保水をしていく水分補給をしていくっていうのが私のちょっと美容理論なのでそこからはちょっと外れちゃったかなとだからちょっと7位にしていますで敏感肌用の方がどうして低いかっていうと有効成分トラネクサム酸が配合されてたのでこちらはその分ちょっと順位をあの上げていますトレネクサム酸の効果ってすごい あの個人的に実感するので、うんはい、で向いてる肌はね本当にやっぱり超乾燥肌ですよねあとシワが気になる方とかいいんじゃないかなというふうに思います続いては6位ですグアレーベルホワイトケアローション M こちらの有効成分はトレネクサム酸これ美白有効濃度を配合されていますまあ、なんといっても、ね、アクアレベル酸いいところは資生堂独自のアクアインプールっていう技術が採用されていますこれデパコスにも採用されている技術ですねこれは肌表面で水分をプールして必要な分を肌内に補給してきますよっていうものになりますねだからインテリジェントなポリマー資生堂がね結構ねあの深く研究している D アミノさんっていうものも配合されてるんですねでこれはチャージアミノ酸っていう風うに名付けられてますねアミノんには D 型と l 型があってこれ鏡のような配置になっているんですけども d 型の方はいろんな生理活性作用があるということがあの近年不正道さんや九州大学の研究で明らかになっていますこれあの赤ちゃんとかの肌にたっぷりあることで有名なアミノ酸なんですよね例えばちょっと1個だけ言うと d クルタミン酸これはセラミドとかの細胞間脂質の生成のスイッチをオンにする機能があったりとかしてバリア機能回復効果があります か水分蒸散も防いできますよね D アミさん与えることで元からセラミドスイッチを入れるっていうものですね肌のポテンシャルを上げていくアプローチなので私はこれとても好きほんとこのお値段1540円でしょそれでトレネキンディサム酸有効濃度配合されていてアクアインプールと D ア皆さんの研究でこのお値段を買い得だと私はすごい思うんですよね、うん、実際塗って 透明感感もパッと出る素晴らしい使用感ですただちょっと残念な点があってこれどうしてこれだけいいいいって言いながら6位にしたかっていうとエタノールがねこう配合されちゃってるんですよ。<laughs> 私はねでもね資生堂さんってエタノールの使い方が多分上手なんだと思うんですよね化粧水にエタノールがこう配合されてるとだいたい使えないんですけど資生堂さんの中でもアクアレーベルは大丈夫でしたまあ、あとは言っても結構敏感肌とか乾燥肌の方にはちょっと厳しいかなっていうふうに思いますあとはね香料が配合されちゃっていてこの香料がね男性のヘアトニックみたいな匂いがするのよねで、まあ、ごめんなさい私はそう感じたんですよねちょっと香料苦手な方には厳しいかなっていうところでこの6位にさせていただいてますそうでね なけもうトラネクサム酸カインプール D アミノ酸研究レパコス技術系でもうにじまだったんですけどちょっと残念でした向いてる肌は敏感肌ではない方で混合肌の T ゾーンとかだけとか姿勢肌の方とかにおすすめですあと夏とかにはいいかもしれませんね男性とかにはいいあ男性いいと思いますダノールで殺菌作用を発揮するまでは配合してないとは思うんですけどもニキビ悩んでらっしゃる方とかの補水にもいいかもしれませんね で、続いては5位です。チフレ美白化粧水 w。 有効成分は美白成分といえばの代表選手、アルブチン。あとは、マイルドなビタミン C 誘導体とアスコルビン酸グルコシド。この2つが有効成分として配合されている。アルブチンって、ハイドロキノン配当体って言われてるんですね。ハイドロキノンに糖がくっついてるの。なので、美白効果が高いって言われてるんですけれども、アスコルビン酸グルコシドと一緒、糖がくっついている美容成分って、私、あんまり、ね、効果を発揮しづらいっていう肌みたいなんですね。 アルブチンもあのきちんとした美白成分であることということです。個人差ありますもちろん、うん 成分のの感受性ははね絶対に個人差が存在しますのであとはパラベンアレルギーの方パラベンが苦手だよっていう方にはちょっと要注意なんですねあのすごい肌に優しい超設計になってるんですよねもう感動するぐらいシンプルに保水ができて個人的には大好きこれぞ本来の化粧水よねっていう余計なもののない本来の化粧水よねっていう感じの本当個人的にとても好きな化粧水ですダブルの有効成分の他にトレハローストレハロースってあんまりねなんかみんなありがたがられないんですけども <laughs> 私は結構好きで命の糖っていわれて われてカメムシだっけなんか虫のことあんまりよく分かんないんだけど <laughs> <laughs> あの乾燥して冬眠しちゃうんでしょあの虫ってだけどトレハロースがいるおかげで雨季みたいになるとそれで生き返るっていうのであの命の糖とか言われてるぐらい保水力が高いんですよね私結構好きですさすがジフレさんすごくいい処方設計されてるなって本当に思いますもう一ついいところがあってノバライユが配合されてるんですねこれは野原油って言ってもオイルを与えるんじゃなくてこれは精油香り付けなんですね超無料配合 なので、全然なん,なんか、オイルが苦手とか、いう方で、これ単なる香り付けなので、気になさらなくて、大丈夫です。野薔油って、実は結構お高い原料なんですよね。まあ、精油って全部大体お高いんだけれども、このお値段、千二百十円で。野薔薇湯で香り付けしてるのって、まあ、だいぶ、あの、贅沢だなというふうに思いました。で、順位の理由は、本当にね、余計なものがない。これぞ本物の、本来の化粧水の役割っていうような、処方設計。安心して、使える、まあ、肌に正直な化粧水です。なので、五位にさせてもらいます。 ただ美白効果としてはねアルブチンとアスコルビン酸グルコシドって言って私にとってはちょっとマイルドすぎちゃう美白成分だったのでちょっと5位になっておりますどんな方に向いてるかっていうとどんな肌質の方にも OK なんですよね本来のシンプルな化粧水の役割を処方で体現してるみたいなアルコールフリーなので敏感肌の方にもおすすめです欲しくくなりました、はい、これいいよくいすごく <laughs>、うん ここから上位が、ね、激,戦激戦ですね、もうねこれここからはねなんとなく予想ついちゃうよみたいな方もいらっしゃるかもしれないんですけど <laughs> なるべくちょっと今までお話したことないことをお話するようにするので最後までご覧ください4位ですこちらです。肌ラボ白薬用美白化粧水。 いつも私、白潤プレミアムを一軍選手でご紹介してるんですけど、白潤っていうのもあるんですよね。これが前にあったシリーズ。これ何が違うのっていうと、有効成分がトレネクサム酸のみになります。白潤プレミアムはトレネクサム酸プラスグリチルチーサンジカリウムなんですね。ただ両方ともトレネクサム酸は美白有効濃度配合されています。あと、美容成分の違いがあります。白潤の方はですね、パトムギ発酵液とヨクイニエキス、タオーバー正常化して、角層代謝を助けるので、すごい毛穴悩んでる方とか、 つきとかできものでしちゃっけみたいな方にもいいですねハトム麦発酵液はハトム麦に含まれるアミノ酸は結構豊富なんですよねなので NMF っていう天然保湿因子の構成成分を保管できるかなとそうすると保水効果が期待できますねっていう成分になりますあとハトム麦発酵液にもエクイニエキスにも抗炎症効果も期待できますね違いねまだあるんですよね白潤プレミアムよりも若干ねトロンとした肌当たりになっています 定義表を見る限りは機材はほとんどこの二つ変わらないんですよね。なんですけども、おそらくこのトロンとした肌当たりの正体は合成ポリマー、VP スチレン強重合体エマルションなのかなというふうに思います。あとはもしかしたら植物エキスがちゃんと配合してればそれも効いてるのかなとも思います。エタノールとか余計なものを排除した本当にシンプルな処方設計なんですよね。だから本当個人的にこれも大好きな化粧水。ただちょっと気をつけていただきたいのが、これ見てわかる通り、シ光ボトルじゃないんですよね、これ。 透明じゃないですか,な,んかなので、えっと、白ンこれ遮光になってるんですよね多分っていう違いもありますね化粧品ってちょっと直射日光当たるところは保管しちゃいけないんですけど特にちょっと気をつけていただきたいかなというふうに思いますでどういう方に向いてるかっていうと本当にシンプルな処方設計なので刺激の強い成分も配合されてませんしどんな肌質にも OK です肌荒れが気になる方とかニキビが気になる方にも使えますねただ抗炎症力についてはこちらのシロジュンのグリチルまチねただ肌荒れが気にもやっぱりちょっと低れ感じてしまうので。 肌荒れ結構ひどいよっていう方とか、それから肌荒れから炎症老化に交差したくないよっていう方は、やっぱりシロジュンプレミアムのがおすすめかなというふうに思います。本当にこれも素晴らしい化粧水だと思います。はい、で続いては3位です。